バフリー・マムルーク朝の領地アーディル・キトブガーは、エジプトのバフリー・マムルーク朝の第11代スルタンである。即位名により略して、アーディル・キトブガーとも呼ばれる。モンゴル出身のマムルークで、幼少の時に1261年のヒムスの戦いで、マムルーク朝の捕虜となり、当時アミールであったカラーウーンに養育され、長じて彼のマムルークになった。 カラーウーン政権で昇進を重ねて、有力なマムルーク出身アミールとなり、アシュラフ・ハリールの暗殺計画に参加した。幼年のナーシル・ムハンマドが即位すると執権として、実権を握り、暗殺の共謀者を処罰した。最大の性敵であったサンジャル・アッシュジャー・イーが殺害されると散奪の準備を進め、ハリール暗殺に加担したマインスール・ラージーン。 カラーサンカルを赦面する。ハリール配下のマムルークたちは、この処置を不服として、暴動を起こすがキトブガーは鎮圧。この機会に、幼少のムハンマドを配するべきというラージーンの助言を受けて、スルタンに即位する。即位後は、ラージーンを執権として、アミールたちに領地を与えて、スルタンの地位を確かなものにしようとした。しかし、 薬病と飢饉による被害を被ったエジプトの民衆はキトブガーの統治に不満を抱き、モンゴル出身であった彼がイルハン朝から亡命してきた一万にも達する。モンゴル兵を受け入れて土地を与え、モンゴル兵が回収していないことを知った民衆は皆彼を憎悪した。これまでの慣習に反して恩賞を与えられなかったシリアのアミールも、 ラージーンに対する忠誠を失い、このような状況で1296年にラージーンによるクーデターが起きた。ダマスカスからカイロに向かう途中、ディベリアス付近で野営している際に死角に襲撃されるが、毎一発で助かり、彼はダマスカスに逃亡した。アミールの中に支持者がいないことを知り、スルタンの位をラージーンに明け渡した。ラージーン即位後は、 シリアの辺境にあるサルハドに左遷されるが、後年、ハマーの大衆に昇進し、同地で没した。ありがとうございます。